There you go, unexpected victorious Tornado Energy. はい、皆様こんにちは。キッド選手の顔が出てませんでしたね、はい、失礼しました。皆様こんにちは。はい、こちらの配信は、戦車のシューティングゲーム、無料オンラインシューティングゲームって言ったらいいのかな。はい、ワールドオブタンクスの公式大会、公式リーグ戦であります WGL アジアエーペックゴールドシリーズのシーズン2、ついに9週目ですか。はい、はい、こちらの配信の模様、英語の本配信の裏で日本語でも同時に我々もね配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日実況担当いたしますのは、戦車おじさんこと T ナトリ、そして解説ははい、ノーティキッズからキッドです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、先ほどねこうスケジュール出ましたが、ちゃんとね1試合目ありますよ。さっきのスケジュールの絵がこうちょっとねこうガバガバだっただけで、本当のスケジュールはこのようになっております。大丈夫ですよ。大丈夫だよね。はいはい、我々のところにももうすでにこうね EL とティームエフィシエンシーのマップピックが送られてきてるので、うん、何もこうはい問題はないと思います。ということで今日のスケジュールはこちら、そして現在までの順位はこのようになっております。ドン。はい、そうですね、順位が確定するチームが1位2位と6位ですかね。そうですね、1位2位が確定、そして6位も確定で、3位4位5位がその3位の座をかけて戦うといったところでしょうか。はい、はい、本配信の方でもね今こう修正されたスケジュールがこうポッと出てますからね。はい、大丈夫ですよ、1試合目ありますからね。はい、さあ、ここで次、はい、まあ1試合目からこう見どころ3満載っていう話の EL vs Team Efficiency。 はい、そうですね、まあ上位の対決なんですが、ちょっと順位が決まってしまった以上、まあ、タクを隠すまあ今まで通りのタクでまあやってくるんじゃないかなというところですね。そうですね、なのでこうあまり新しい戦術とかっていうのはない見られないかもしれないですけど、まあ、純粋にこの2チーム、はい、Team Efficiency の3連勝がかかってるのかな。あ、なるほど、うん、なのでこう力関係等々もしかしたらそういったこうプライド等々かんなんか試合に関係してくるかもしれないですね。まあ、いわゆるどっちが強いのかっていう格付けですか。はい、そして2戦目は TCZ vs カレン・ティーガー。はい、こちらの試合なんですが、カレン・ティーガーは3位を目指すためにはここで絶対負けてはいけないところではあります。はい、はい、うん、そして3戦目のダークルブズ vs ビーゲーミング、これに関して言うともうダークルブズとビーゲーミングも順位ほぼ確定しておりますので、モチベーション的にどうなんだろうっていう、そうですね、うん、ところではあります。そして4戦目ホースマン VS メルトダウン、こちらもやはり3位進出のためにはどちらも負けられない対決ですね、うん、1つでも上に行くためには負けられないという対決。そうですね、ホースマンは明日 EL との試合があるので、はい、そうですね、今日
負けたくないです。まあでも EL って順位確定した後こうね、うん、明らかに力抜いてるだろうっていう試合することありますからね。こればっかりはちょっとまだまだ先行きが不透明なところもありますが、はい、はい、そうですね。カレン T がコメントでね、今日勝たないと話にならないぐらいギリギリっていう、まさにギリギリなんですよね。今日明日勝って3位確定させたいところではありますが、はい、はい、さあ画面では JT とハードライナーのスタッツ比べが出ております。そうですね、3位と5位ではおそらくシーズンの賞金が結構、そうですね、変わるんですかね。かなり、かなり違います。それから今の状況を見てる限り、まあ6位の B ゲーミングとプレイオフだったり当たった方がまあちょっと楽かなというところは。そうですね。あ、そうだ、プレイオフの説明してませんでしたね、そういえば。はい、はい、プレイオフの説明を、今しておきたいと思います。はい、そのプレイオフというのはどんなプレイオフかというと、1位2位は自動的にシーズンプレイオフ、シーズンファイナルですね、アジアのシーズンファイナルに出場は決定しております。つまり EL この、ね、ランキング表でいくと E ロングと TMF 選手はもうすでに突破を決めていると、はい、そしてその他に2チーム、3位から6位までの中で2チームほどシーズンファイナルに抜けていくチームを選択していきます、選びます。はい、はい、そして、3位 VS6 位、そして4位 VS5 位で、ミニトーナメントを行います。それが来週です。それが来週の日曜日です。はい、はい、今までね土日土日土日のペースで来てましたが、来週の日曜日に、プレーオフが行われますので、ぜひね、今シーズンお付き合いしていただいた視聴者の皆さん、来週の日曜日にさらに配信ありますので、そちらもお楽しみください。そしてシーズンの、リージョンファイナル、アジアのファイナルは4月にありますとだけお伝えしておきます。まだ確かこう詳しい曜日とかどこでやるっていう情報っていうのは出てないよね、多分出てないよね。そう、まだまだ言えない、まだわからない。あ、いや出てるんじゃないですか。出てますか、サイトの方には。サイトの方に出てる、出てるんだったら我々もここでこう出てません、ボロッと口走っても構わないと思うんだけど、どうだろう、出てるのかな、大丈夫かな。こうプレーオフのこととかしか言われてないよね、どうだろう、出てる、出ちゃってるのあ、出てる、出ませんなあ。はい、ということで今回のシーズンオフラインファイナルですか、はい、あ、はい、シーズン2ファイナルで勝利するのはって書いてありますね。はい、よかったよかった、ウォーゲーミングゲーギャザリングスプリング2017と同時開催って書いてありますね。はい、時間も説明しておきます。はい、4月8日、4月9日ですね。はい、もう来月頭ですよね、これ結構近いですね。来週プレイオフがあって、その後1週間空いて、はい、その次が、ファイナルと。そうです。はい、コメントで4位6位のプレイオフで優勝したらファイナル初戦言えると当たらなくていい、その通りです。そのあれです、こう認識で間違いないと思います。はい、そんなこんなでこう星勘定が全てのチームかなり忙しくなってきた、こうもう最終節なんですが、さあもう見逃せませんよ。はい、さあこちらです、はい、もうすでにTMF 戦士と EL のマップピックが出ております。はい、本日のタイブレーカーマップはムロフですね。ムロバンカ。さあ、どのようになりますでしょうか。はい、F 戦士バンがマインズ。EL バンがステップ。EL もかたくなにステップ拒否してきますね。そうですね。うん。
で初戦がクリフですか。あれですかね、もういい加減、いやどうなんだろう、こうあのねシーズン1フェイルの更新を企んでるんでしょうかね。あのなんだろう、動画の上行くには今度はこうあれですか、バットチャット2台じゃなくてバットチャット3台を転がさないとダメですかね。はい、あのステップは確かに登山が結構勝敗を分けるっていうのと、回し合いだったりとか、まあ、それから2位の T が比較的得意とするところもあって、そうですね、そういうのはもう一貫して蹴ってしまうというのもあるかもしれません、うん、はい。そして EL が室蘭花をスピック、Team FCNC と室蘭花でやりたいという EL のなんか願いが透けて見えるかのようですね、はいはい。そして EL はヒメルズドルフを選択で、ゴーストタウン、EL が、バンか、ヒメルズバンで、エフィシェンシーがゴーストタウンバン、はい、結局のところ EL がプロホロッカをピックして、ティームエフィシェンシーがルインベルグをピックするという、どうだろう、結構泥沼になりそうな気がしませんか、うん、はい、そう、本人たち放送で喜んでたぞって、いやーどうなんだろうね、あれでずっとさらされ続けるのはこうかなりこうくるとは思うんですが、はい、それでは、キッド選手、この予想していきましょうか。ティームエフィシェンシー VS EL、そう、じゃあこう我々が予想している間に皆さんにもこちらのアンケートを出していきましょう。はい。タイブレイクまで行くと思いますね。タイブレイクまで行くと思う。僕も、タイブレイクまで行くと思うんだけど、もしかしたらどうだろう。僕はこうティームエフィシェンシー勝ちにかけておきます。はい。そうですね。室蘭花がタイブレイクあったんで防衛の方が強そうですけど、なんですけど、なんだろう、こう順位確定した後の EL の気の抜きようと、ティームエフィシェンシーのそのまあ調整具合を加味して、ティームエフィシェンシーがこうおぼろげながら勝つんじゃないかなっていう、そうですね、そういうところまでちょっと読んでみました。はい。さあ皆さんの投票はどのようになっていますでしょうか。絶対ねこれね、こうタイブレイクまでもつれるってやっていくと3番に票が集中する気がするんですが、それはドン、あ、そんなことなかった、そんなことなかったよ。いやこれでこうね、こうタイブレイク選択肢つけてもそこに票が集中するなんてことはなかった。割れてますねこれ、すごい票割れてる、いやこのなんだろう、票が割れるっていうことはやっぱりこのなんだろう、 WGL 配信を見てる人はなんとなくこう分かってるというか、そんな感じがしてきますよね。そうですね、まあ今シーズン T はかなり、まあ、順位は決まってしまいましたけど、そうですね、マップの何ですか、1試合1試合の勝利数で言えばかなり近いんで、はい、十分あると思います。そうですね。そしてティームエフィシェンシーの勝利にも4分の1で、タイブレークにまでもつれるという、やっぱりそうやって予想してる人は4割近く。さあ結果の方は一貫消して、さあ試合の方に見ていきましょうか、はい、というね、昨今のそのマウス編成使わずに来ました。こうね、バッチャが5枚、バッチャが4枚、さあ勝つのはどっちのバッチャだっていう、そんな編成ですね、うん、見ていきましょう。ティームエフィシェンシー VS EL、赤チームティームエフィシェンシーアタック、青チーム EL ディフェンスの試合です。攻撃で TVP ですね。そうですね。さあセンターで早速これ出会ってるよね。さあ乗り越えますか。ボロネーゼが1発2発、そこで乗り越えた、一気に乗り越えて EL にフォーカスを集中させていきたいところだが、さあ先にクワイエット落とす、おっと 2両落とす。さあボロネーゼもハードライナーと、おお一発弾く、 AP でバット AP で一発弾いていった。さあ残りは3両とまで削られている。
さあボロネーズが岩の裏まで逃げてきっちりと車線を隠していく。さあフォックス狙うならフォックス、いやー避けていきますね。さあ残ってたパーティーが一気にダメージを、いやフォックスが逃げてダメージ食らってないな。しかし4発打ち切り、パーティー4発吸った。フォックスが逃げる。さあこれでしっかりと返していってクリア。コンバイ選手がバッチャでセンター入り込むが、スケル選手が後ろから追っかけつつも取ったのはパーティー。一気に勝負をかけていった。そうですね、ちょっとロッカーのマークがピカピカいかないのに意外としまいましたが、我々もねこう皆様に見やすいこうね配信をということで、発見されたと同時に画面がこうピカッこうね、そしてこう戦車のなんだろうミニマップの戦車もピカッといって黄色く光るのはすごくこう見やすくなったのかな、はい、なってないのかな、うん、どうだろう、皆さんちょっと聞いてみようかな。はい、いやもう ただちょっとあの弾打った後の弾数がなんか分からなくなったような、そうですね、まあそこら辺細かいこうことありますけど、どんどんね我々もシーズナルファイナル、そしてグランドファイナルに向けてね準備をしていかなければいけないということで、はい、はい、形としてはこれはそうですね、攻撃側で数ための一つの手段として、まあもう一気に開幕で乗り越えてしまうっていう、うん、がハマりました。そうですね、完全にハマりましてね、何がハマったかというとマップちょっと出しましょうか。はいはい、はい、マップをポンと出していきました。ね、こう僕がこうすごく気になった瞬間っていうのがあって、はい、そうここをこのラインでスーッと AP が伸びていきました。バッド AP ですね。はい、でそれを見つけてしまった、EL 側の選手がここからもう何発も発砲してしまうんですね。はい、ここのグループ、ここに張り付いたグループですよね、発砲してしまいました。その瞬間をね、測ったかのようにメインのバッドチャット部隊が一気に乗り越えて、バッドチャットをバッドチャットで処理っていう形でとっととやってしまいました。はい、はい、そのタイミングが本当にもう見事というかなんというかっていう感じでしたね。うん、うん、こういうグループとこういうグループに分かれたのかな。はい、はい、うん、という本当にこうまさにセンターラッシュの見本みたいな形でやってくれましたね。はい、こうやっぱりあの AP っておとり、おとり兼こうあれですよね、偵察みたいなところありますよね。そうですね、まあやはり AP でちょっと、たまに6発ある単発低いのもちょっと吐き切りにくいんで、うん、うん、そのまあ相手の球をここで1、2発こう吸ってくれればそれでいいやみたいな使い方をしましたよね。そして実際のところはやっぱり相手は見えたから打とうって言って打ってしまうわけですよ。その瞬間に一気に乗り越えてこられて、あ、弾もしかしたら足りなくなるかもしれないっていうことを考えながら、まあでもあの量に一気に乗り越えられるとちょっともう難しいですよね。うん、そうですね、うん、で、あとやっぱりクリフのセオリーとして、こっちのこう斜面にへばりつく部隊と、あとこっち側にこう登ってくる部隊で二分してしまうので、どうしてもやっぱりポジション的に分かれがちなんですよね。こういう形で登ってくるんですよね。はい、はい、そこにやっぱり瞬間のそのズレですよね。こっちの部隊とこっちの部隊で分かれてしまうという。で、こっちの部隊っていうのはこっちの部隊の迎撃に弾を吐いてしまうと、こっちの部隊の迎撃ができなくなってしまうんですよね、こう回られて、うん、うん、非常にいい突撃だったと思います。はい、さあ
まあ、あとはまあバッチャバッチャバッチャっていうこういう編成なんですが、はい、さあ次、そうですね、はい、攻撃防衛はおそらくこの形が一番多いと思います、うん、さあ見ていきましょう。始まりましたTeam FCNC vs EL、次はどのような試合になるのでしょうか。アタック側が青チーム EL、ディフェンス側が赤チームTeam FCNCとなっておりますが、あっとボハン登山失敗、うん、これは失敗しません、うん、うん、しかも第二こう山登りルート使ってやれるな、これもっと、これは面白い形になりましたね。これはじっくりとした戦闘になるのではないかといったところですが、さあゆっくりゆっくりとディフェンスポジションに入っていくTeam FCNCの車両、それに対して一気に旧ライン側回り込んでいる EL なんですが、これは肩透かしを食らう可能性が、あっとパーティーこう慌てて逃げ込みますね。あ、こっちから来るんじゃないっていう、そうですね。さあ三キャップに入れてきた。ああ、三キャップです。うん、おそらくこれ頭の上のパーティーはあれですよね、こうみんなの打つ準備ができたらマブか乗り出すよって感じですかね。さあ残り14秒、さあ一気に出て球を置いて、さあキャップから逃げる、さあどれだけダメージが取れるか、ハードライナーに球が集中、さあパーティーが打ちまくる打ちまくる、さああっと送り狼できるか、マブちょっと下がりすぎじゃないか。そうですね、パーティーのうちは未来図に行けたんですか。行けたみたいですね。さあ丘の上で勝負がスタートしてるのか。あーっとこれマーブ落ちちゃったかな、せっかく登ったのに。うん、仕切り直しですね。グラノフスキ選手もたくさん球を使ったので一旦仕切り直しといったところか。さあナイス選手が上がってくるが、待ち受けてるのはスケル選手、多分これいるの分かってこう躊躇してますよね。4球、うん、プリンシパル選手は待って4球取りに行くかな。これただちょっとそれほど枚数が見えたわけじゃないので。そうですね、これちょっと行くならもう少し枚数を寄せてからじゃないと厳しいですね。そしてハードライナー選手弾薬庫が行ってしまっているので無茶はできない。まあ一ダンスを使えればいいなといったところか。さあ一気に、おっと54ライトにこのダメージ一気に入っていく。さあサフィーも、ああこれはきっちりと、ああにもう罠を引いて待っていましたね。ボハン選手がダメージを取れるか。さあ電球マークがついてプリンシパル選手と1対1の打ち合い。これ4球が多分後ろから出てきてボカンと行くんじゃないか。いや4球は行かない行かない。いや JT 選手そのままこうなんとかしてしまった、車両数的に4対44対5か、1両若干、エフィシェンシーがリードしているが、ここからどうなるか。さあグラノフスキ選手が坂を登って逃げる逃げる、クワエット選手どうせ球入ってないだろうと追いかけていく追いかけていく。さああまり追いかけるとハードライナー選手に当たってしまうが、さあ一発外してしまう、乗り出すとこう打たれてしまう可能性が増える。いやーやっぱりバットチャット深くないですね。さあこの流れどうですかキッド選手。そうですね、一旦東に見えたんで、あとまあ東側の山の方に登ったんで西の車両をちょっと下げるのを呼んで西に行ったと思うんですけど、うん、そこかなり枚数残してたので、普通に取られてしまいました。うん、
ティームエフィシエンシーもかなりこう残してましたね。さあクワイエット選手がじりじりと、おっと見えたかな。さあ4球がどうか、打つか、まだ打たない。クワイエット選手は下がる。もうちょっとこれは見られてるぞ、顔出せないぞという感じですね。さあもう一回チャレンジするか。あっと外してしまった。さあスケル選手のこの砲弾、クワイエット選手を多分こうヒヤッとしたとは思いますが、それでおそらく T49 の位置っていうのはほぼ逆探知はできるんじゃないかな。けど倒しに行けないですね。あれそうですね。さあもう一回4球に当てられるかもしれないという恐怖を抱きながらチャレンジをするか。そうですね、上も2枚で固められているので、ちょっとリポジもしにくい感じですね。そうですね、もうこれはどこか1箇所を決めてこう突っ込むぐらいしかおそらく打開策はないと思うんですが、さあ上にサフィーも来てプレッシャーをかける。そういうとこもし見られたら当たれますね。おっとフォックスの位置も判明したな、これで。2発目弾く、出ました、バッドチャットの謎弾き。おそらくフォックスが崖の、まあ犯したっていうのが判明しました。まあ無理をあんまりしなくても平気っていうことじゃないかな、これ多分。ちょっと嫌な展開ですね、これ。こう、打ちに行って逆に打たれてますよ。さあ、同じポジションから頭を出したくない。さあ残り時間2分半を切った。かわされません。さあ4球を、4球は逃げていく。これはうまいですね、時間だけ使わせて。あ、これおそらく見えてないなかったんですけど、ブラインド落としました。JT が落とされてしまった。 JT が落とされた位置はハードライナー。これまずいですよ、サフィーハードライナーにバレてしまうと落とされる危険性がある。もうすでにサンライン側取られてると考える。さあここからは腹の読み合い、丘の上におそらくバットチャットは2両。さあどのように当てていくか。あっとスケルの4球も落とされた。さあじわじわと包囲網を縮めていく。しかし丘上のバットチャット2枚がどうにもちょっと難しい。さあサフィーが発見できるか。さあこのパーティーの位置が本当にいやらしい。さあフォックスが来てるのを待ち構える。いやしっかりフォーカスしていく。残り40秒ですね。これはちょっともう40秒で山登りして、パーティーもしかしてこれ見てるだけだった？打ってないかもしれないですね。さあ時間がどんどんなくなっていく。
あと10秒逃げ切ればエフィシェンシーの勝利。さあ、あっと、突っ込んできたフォックスをパーティー撃破。さあ、山の上に登ったハードライナーも撃破。さあ、ここで試合終了です。まあ、なんとなく、はい。時間終了でティーム F シェンシーが守りきりました。はい。いかがでしたか、今の試合。まあまあまあ、これ以上はちょっとできないと思います。うん。ちょっと動かせなかったかな、F シェンシー。そうですね、まず東に行ったときに。うん。一枚、丘の上に登らせてた車両があんまり丘上の車両を建設できてなかったの、うん、気になります。そうですね。はい、ちょっとマップの方出していきましょうか。これが仕掛けた時ですかね、東側で。はい、あともう1枚がここだったっけ、こっちに違うな。最初は中央側に。そうですね、行きましたね。ただ こっちに寄ったからこれはいらなくて、12345、あと2枚、あと2枚どこにいたっけかな。あ、西側です。西側かな、こんな感じだったか。はい、いや、こっちかな。そっちに、この車両が真ん中を見てます。ああ、なるほど。こんな形でしたか。こう、随分と、その、広く守るなっていう感じで、こう、見守ってたんですが。はい。そうですね。キャップを踏まえた段階で、中央にいた車両が上に登って、そうですね。上のバットで見て、TVP が下から、後ろに回って、そうですね、はい。下からぐるっとこう回って、この位置だったかな、ここら辺からかな、はい。相手に見られることなく、ポジションを入れ替えて、準備ができたよって言って、こう、マーブですよね、ここ。で、下を打ち始めたと同時に、TVP も発砲を始める。そして一気にこうダメージを取って、相手は後ろに下がらざるを得なくなるという。はい。はい、で、かなり、一方的に撃たれてしまって、ここでヒットポイントを削られてしまったんですよね、何よりも。そうですね。そうで、その途中盤、こう、ここら辺でどうしようかどうしようかって悩んで挙句に、まあ、相手はこう動いてきそうにないから、じゃあこっちからって言って回したんですが、ファーストアタックは失敗しました。そこでバットチャットを2枚落とされちゃったのかな。バットチャット2枚と、54ライトウェイト落とされちゃったのかな。はい。うん。で、自分たちは4枚、相手は5枚といったところで、ヒットポイントアドバンテージも取られて、丘の上も相手に取られて、こう、もう、ちょっと、そこからの挽回というのはかなり難しくなってしまったっていう。うん、なので、最初東に行くにしても、うん、ここの車両1枚か、あるいはもう一枚一緒に登ってもう少し上を牽制しないといけないんですが、うん、それがちょっとミニマップを見てる限りではできてなかったんじゃないかなと、うん、結局のところこっちがどう動いてくるのかがわからないから、すごくこう結構ビクビクしてた動きになっちゃったんですよね。なんかイーロングらしくもないって言ったららしくもないっていう感じになってるんですが、おそらくこうキャップを始めた時点でほとんどの車両が見えてなかったんじゃないかな。そうです、うん、こうティーム F センシーがその隠してっていうのもあったとは思うんですけど、それにしてもちょっとイーロングにしてはやっぱり雑雑にキャップ入れたら対応されて、はい、とんでもないダメージ食って、もうちょっと、うん、なんだろう、修正不可能なぐらい削られちゃったよっていう。うん、おそらくなんですけど、イーロングの選手たちはここにいるであろう TVP の原因を見てたのかもしれないですね。
まあ、それがさっきのだとこっちの位置にいたんで、うん、まあ、それならあまり歌えないかなと思ったんですが、そう、実はもうスッとスッと下がって、ただあれも見られてなかったですよね、相手に。いや、ここからだと 見なかったな。うん、ちょっと微妙な、微妙なラインだとは思うんですが、もう北側に行けば見えるんじゃないかなと思います。うん、もうとっととこう下がって回ってっていう感じで、はい、あれはこうパーティーかな、5051、とてもこう、はい、面白いいい動きだったと思います。はい、はい、さあ、そのなんと2連勝 Team FCNC、 そして、そう、はい、応援有利のマップをまあファーストピックしたってことで、まあ攻撃でも勝てるからさっきのラッシュで勝つからってことで、そうかもしれないですね。はい、はい、うん、そしてムロバ、迎えるムロバンカですね。マウスが、はい、マウスがたくさん見えますが、はい、さあどのようになりますでしょうか。 Team FCNC VS EL、 まず守るのは赤チーム Team FCNC、 それに対して青チーム EL が攻めていきますが、さあマウスおのしのしセンターへ早速発見される。キャップに入るのはバッドチャット、あっとパーティーが一発でいろんな乗員を倒されてえらいことになった。さあ3キャップ入る。さあ防犯の STB1 がしっかりと射点についてキャップを切れるか。さあナイスを追い払ったか。さあ1390がちゃんと射点につくことができるか。さああと残り10、おっとキャップは切れる。そうですね、これ中央の方から鍛えます、うん、さあクワイエットにも修復不可能のダメージ、さあナイスにもダメージ与えたいところだが、さあ当たるかどうか。さあスケルが打ちっぱなし、いやー避けるな、きっちりなんか避けていく。さあ1390スケルを追っ払って、さあここでマウスを今度は縦にしながらキャップ。なるほど、新しいですね。しかしクワイエットがやられてしまう。ボハンにも打たれる、弾が飛んでくる。うん、さあ前に飛び出すのか、そうじゃないのか。あーっとボハンを取りに行った。STB1 にかかっていった。うん、そうですね、この位置は倒しておかないと思います。さあそしてマウスに一方的に射撃を行う。集団を2つに分割していたため、若干 EL の連携は切れてしまっている。さあマウス2枚に JT のマウスが襲いかかられてしまっている。先に倒しておきたいのは相手のオートローダー。あーっとしかしサフィーの弾は当たらない、逆に倒されてしまう。うん、ちょっとマウスに押し切られてしまいました。そうですね、あとグラノフスキー、そしてパーティーともにもうズタボロ。さあグラノフスキー選手も見つかって逃げています。車線は切る。いやーマウスがいっぱいいると本当にこうめんどくさそうですね。さあここからどのように動いていくか。
三キャプにして相手を釣り出す。マウスはきっちりとガードに入っている。まあちょっともうこれは無理かな。そうですね。うん。さあキャップを切りに行ったこう5051がまずはブラックのマウスに打たれてしまう。さあキャップ切れなかった。結局は切れなかった。試合終了です。はい。キャプチャー成功で攻め側の EL がまずは勝利しました、はい、うん、やっぱりその前に飛び出るタイミングっていうのが本当にお見事でしたね。はい、はい、じゃあちょっとマップをポンと出してしまいましょう。はい、守り側がこうかな。で、こう。で、こんな感じだったかな。そうですね。で、あと1枚ミディアムがここら辺でしたか。中央あたり。中央あたりですか。はい、こんな感じ。あ、こんな感じですね。うん、こんな感じですね。はい。こうまあおそらくこの WGL 配信を見て長い人はなんとなく分かっちゃうと思うんですけど、こことここの群集団が離れすぎてしまっているなんですね。はい、そうですね。うん、こっちの4枚とこっちの3枚というのが離れすぎてしまっているためにこう起こってしまった今回の試合。はい、最初のキャップに関して言えばここからキャップは切ることができました、はい、ので問題ありません。まあクワイット選手にかなり大ダメージを与えて、うん、しかしそれもそこまでマウスがこうずんどこずんどこここまで上がってきた瞬間にマウスを縦にキャップをするという方法を使ってここの集団の弾を使わせました。で、はい、はい、それから、ここの STB を取りにバットが上がってきました。そうですね。こちらのねバットチャット軍団の弾を使わせきったと思うや否や、まずはターゲットはここですね。はい。ここの STB1 を取りに行った。それと同時に、マウスもこう上げてしまってマウスを取る。で回り込む。でどうしたかというとこっちサイドを完全に取り切ってしまう。はい、はい、もちろん応援に行かなきゃいけないわけですからこう駆けつけるわけですが、まあ時すでになんとやらってやつですよね。でこっちの群集団っていうのはもう駆けつけることも何もできないままこう終わってしまったという。うん、はい、そんな感じでしたね。非常に理にかなってますよね。はい、うん、まずこちらのオートローダー軍団の弾を使わせたのを確認してから一気にこちらの軍団を取ってしまえばいいと。相手はもう分けてしまってるのは分かっている。ならばこっちの前具、まあここのね、餌ですよね。餌の WZ1312 かなはもう放っておいて、その他の軍団でこちら側をキープすればまあ勝つことができるという。はい。STB の援護ができる位置には置けなかったか。どっちを優先するかなんですよね。この2枚がいないとキャップを切るのって難しいんですよ。そうですね、うん、ここからじゃあ頭出してキャップ切るっていうとここのバットチャットからフォーカス食らって瞬間的に落とされてしまう危険性があるから、なるべくこっちからってキャップを切りたくないんですよね。なのでこっちから切らざるを得ない。
そうそう、でも1回、はい、うん、1回目のキャプの時点なら全員でこの西からバット当ててという可能性があるんですけど、うん、2回目のキャプの時点ではもうマースが上がってきてるのが分かるので、そうですね、西から切るっていうのはちょっと難しい。はい、さて、そう1セットね EL が取り返したところで次の1戦チーム FCNC VS イーロー EL、 今度は EL がディフェンス側になります。はい、車両編成的に何か面白いことは何もなさそうかな。あ、これあれかな、バックチェック、これは強引にやってますね、うん、全員で行くんじゃないかな。さあ行った行った、まあそうですよねっていうさあフォーカスどっちが早いか競争、すごい勢いで2枚取り切った。さあ3枚目取れるか、あっとこれどっちがどうだ状況的に。いやこれは EL の方が有利です。ギリですね、どうだろう、この4対、うん、STB1 をうまく使ってるなクワイエット。さあ5051がちょっと追われている、マウスに追われている JT のマウス、あーっと STB1 ちょっとこれ厳しいかな、ボハンの STB1 が取られちゃってますね、ボハンに、うん、113が STB1 に、あーそしてマウスがここで駆けつけて113をフォーカス、これはこれはこれはやはりバット外気に捉えてしまった時点で、そうですね、勝負が決まります。なんかこうね、これぞ EL っていうラッシュを見せてもらった気がします。はい、全車両撃破で EL が、勝利しました。こうですよねっていう、うん、はい、これがあるので防衛が強いです。はい、どういうことが起きたかというと、まあこれね、マップをポンと出して概念だけ説明しようかな。はい、攻め側113とマウスの位置関係、そして、TVP、あとはいたのはゴーインライトウェイトが村の中にいたのかな。はい、あとの3枚はここに突っ込むと。はい、それに対してイーロング5枚のバットチャットを使う、5枚のバットチャットアットに、ワンマウス、そしてあと1枚なんだっけ、 TVP か、あ違う、 STB1 だ。はい、STB はちょっと後ろにいます。そうですね、はい、こんな感じです。はい、非常にこう理論は簡単です。ここのヘビータンクが合流する前にこっちのキャップしてきた部隊を一網打尽にしてしまおう、あとはな強く当たって、あとは流れでです。はい、そうだね、 TVP も真ん中にいたね、そういえば。そうです、うん、うん、はい、まあ、やはりこの枚数さえ当てられてしまうと絶対取り切られるんで、もうその時点でもうちょっと無理で、まあ、113はかろうじてちょっと打ててましたけど、マウスは完全に間に合ってなかったです、うん、そうですね、中央の車両はまあ HP の分散に参加できないんで、うん、という本当に感じでしたね。はい、これに関して言うともうなんて言えばいいんだろうなもう、うん、うん、まあ開幕3キャットする以上このリスクは避けられないっていうところです、うん、結局のところはもうなんだろう、どうしようもないっていう。はい、うん、マウスさこっちじゃなかった、いや西がこっちだった、これだったじゃないですか、うん、まあでも、まあ、どっちにしろ間に合ってないかと、うん、完全に、
そう、結局のところやっぱりこう、まあ最初にキャップに飛び込む部隊とヘビータンクが完全に割れてしまっていました。割れていたところをこう相手のミディアム軍のフルのラッシュを食らって、はい、食われて逃げられてっていう一番ダメなパターンですよね。はい、やっちまいました。うん、あれって防げないよね。防げない。うん、じゃんけんだよね、もう正直。はい、うん、じゃあここの TVP とこっちのゴーライトも一緒にいればなんとかなったのかって言われると、多分なんかこうなんかグッダグッダの同時代になったんじゃないかなっていう気はしないでもないですけど、ただちょっとこうティーム FC 戦士の方はひよっちゃいましたよね。この2枚が中央にいたらまだちょっとわからなかったですよね。微妙なところではあるんですけど、いやーそれでもちょっと厳しいかな。厳しいかな。マウスに打たれるよね、多分。マウスに打たれるのはもちろんなんだけど。うん。まあ、そんな感じでした。はい。ここで、こう、皆さんに、こう、ランダムマッチでも使える考え方として、チームのヒットポイントは共有であるっていう、共有財産であるっていう考え方なんですね。一体どういうことかっていうと、こうワールドオブタンクスっていうゲームはヒットポイント、どちらかのチームのヒットポイントをゼロにした瞬間に、まあ、勝利が決まってしまうゲームで、はい、うん、でチームのヒットポイントっていうのは合計すると、まあ、画面にも数字出てると思うんですけど、で考え方としてヒットポイントの何だろう、こう共有みたいな、まあフォーカスされてしまうとどうしようもないっていう話もあるんですけど、こうみんなで弾を一発ずつ受け切れば、こうみんなが生き残った上でこう相手は全滅するよみたいな考え方があるんですよね、はい、つまり自分たちが一発食らう間に相手に2発返せば勝てていけるっていう、そういうこうチキンレースみたいな考え方があるんですけど、結局のところヒットポイント共有できてたのはあの瞬間ここの3枚だけだった。対して EL はここのまあほぼ5枚に近い数字が一気に襲いかかってきた。そうですね、まあこの場合1もキャプの1もかなり割れてるので、そうですね、まあフォーカスしやすいですし、まあフォーカス車両の枚数も多かったです、はい、そうですね。さあ3マップ目プロホロフカですね。まあね、現実と理想みたいな話ありますけどね。だからそこら辺をね、うまくこう調整すればいいんですよ。もしこう突っ込む、なんか開幕突っ込む味方がいるとしたら、そのね突っ込む味方をおとりにして視界を取ってもらって自分で打てばいいっていう。それで相手を先にこう沈めることができたら自分たちのチームが得したという考え方でいいと思います。はい、さあマップはプロホロフカで試合の方始まっていますが、さどうなることでしょう。 ELVS Team FCNC、 これはガチ当たりしそうな予感がしますが、さあどうなりますでしょうか。これ STRV に弾を受けさせる。そうですね、STRV 早速一発。さあスケールのロレーヌが T 点に当てることができるか。 T 点、あー刺さった。気持ちいい刺さり方をしましたね。いい感じです。さあ先にヒットポイントを削り切ることができるか。さあマウスも慌てて駆けつけてるが、さあ間に合うかどうか。さあこれはバットチャットを先に潰してしまおうというそういう意図がうかがえる。さあボハンに対してナイスが攻めていったが、さあどうか。マウスと IS4 が重なって、こういつの間にか
車両を削られてしまっているティム・エフィシェンシー、ちょっとラグが厳しいのか微妙なところですね。ミディアムタンクの弾が総じてなんかうまいこと当たってない気がしますね。さあ1ラインを制圧されてしまったティム・エフィシェンシーもちょっとこれは厳しいか。そうですね、まあ、最初にダメージを取れたんですが、ここからもポジションの差があるので、そ, うで、ね、まあ、それが車両的にもバットを先に加えたのは、はい、さあマウスがやられてしまった。さあ T 点だけ取って逃げることができるか。うん、さあ全車両撃破で、イエル勝利いたしました。うーん、ちょっとあっけなかったですね。そうです、どうなんだろう、あそこまでこう簡単にやられてしまっていいのか、難しいところですね。あとは気になったことといえばあれかな、こうマップをちょっとポンと出していきましょう。マップをポンと、はい、はい、あれですね、ちょっとあれですね、いざという時のために置いておいたここのマウスが駆けつけるまでちょっと持たなかったですね。まあ、やはりマウスが離れているっていうことで、まあ、足の速い車両を中心に一気に2勝上がったというところでしょう。もうあれですね、 STRV 大活躍ですよね。ともかく STRV をこう 前に押し出して、でそれにこう弾を打たせてずんどこずんどここう駆け上がっていくという、こうなんだそれはってそういう形の攻めをしましたよね。はい、うん、多分こうティアテンバットに乗ったことがある人は思う、誰もが思うと思うんですけど、あの金網どうにかなんねえかなっていうみんな誰もがそう、それを思ってると思います。うん、あの金網のせいでこうねバットチャットがえらい目に遭ってるっていう、うん、うん、正面からだとかなり厳しい。もともとそのすごいこう 角度と車体をしてるんですけど、あの金網が合わさって最強に見えるみたいな、そんな感じなんですよね。こうあれにヒート弾がヒットしてしまうと、そこでヒート弾が炸裂してしまって、こう後ろはノーダメージ、ペネトレーションっていう嫌な声、嫌な音とともにこうそうリコシェーっつってこう弾いて弾いてっていう、もう本当にこうあれですね、こう打った球が弾かれるっていうのはすごく嫌ですね。はい、そうですね、バッドチャットだと本当にきついですよね。うん、まあよく考えられた手ではあるんですよね。こうバットチャットのヒートを吸える車両があるんだったら、それを先頭に押し出して突っ込ませてしまえばいい。うん、うん、まあそれがこの場合だと視界取るバットが最初どの辺まで出てきますか。まあ、こっち、まあ、自走を使うことによって、まあ、2号1で2勝しか取ることができない。うん、そうですね。そうですね、エフィシエンシー側でなんかこう、変えられるところないかって言われたら、正直な話をすると、まあ、このね、ロレーヌ、結構ダメージは取ってたんですけど、これが LT だったら、
こうスッと動かして相手のその1、2ラインダッシュっていうのを確認してもっと身構えることができたんじゃないかっていうところですよね。結局のところこの IS4 がここで肉弾偵察、まあこう体を使った偵察をして初めて相手のラッシュが判明する、はい、ちょっと遅かったですよね。はい、そんなところでした。はい、それからラッシュも早かったので、うん、マウスがこう石に確か寄ってたと思うんですが、うん、1枚それも間に合わなかった、間に合わなかったですね。じゃあだからといってでここのマウスをどかせるかって言ったらちょっと無理なんですよね、はい、うん、こっちが攻められた時の対処法がなくなってしまうっていう、うんうん、やっぱりちょっとアーキーじゃないかな、なんか突っ込みポイントは。さあそんなこんなで EL がいつの間にか逆転して3対23セット連取ですか。はい、プロホロフカ2戦目はどうなることでしょうか。はい、コメントにね、 EL の3両プラに当たってボコられたわっていう、大丈夫です。こう EL の3両プラと当たっ、僕も昨日当たりましたけどなんとか撃破しましたもうね本当にめんどくさいんですよ彼ら大丈夫です、こうみんなの力を結集すれば勝てますからね。ランダムマッチだとね15対15と15なんでね、あの相手の3両ぐらいなんともないですみたいなね、はい、そんなノリでいきたいです。さあ試合の方スタートしておりますが、完全に、東側占拠した EL に対して FCNC は逆に西側、はい、線路の左側を上がっていきます。さあ、あとプリンシパル火ついた。グラノフスキ選手にもこう大ダメージいったんだが、さあマーブはここで取られると厳しい。しかしマーブはここでダメかな。うん、あと一発は取っておきたいところだが、しかしこれはもうちょっと厳しいか。これグラノフスキ選手のグリレももう厳しい状況にまで追い込まれてしまうんじゃないか。あ、グリで絡まれてますね。うん、さあこれはもう一気に形勢がおかしなことになってしまっているチーム FCNC、 ちょっとバットチャット1枚と グリでだけだと無理だよねっていう、うん、ここのじゃあちょっと不利ですね、うん、西側が不利、そうですね、あれに関しては何よりもかによりも相手がこうセブンと STRV というこのクソみたいな、クソギュンギュン、このコンビはいけないですよ、はい、非常にこう倒しにくいです。何よりもかによりもセブンで弾を吸って STRV でダメージを与えるという本当にこういやらしい組み合わせなんですね、この2人。 JT リタイを切ってダメージを与え続けることができるか。非常にね、もうあの線路から頭だけ出してる STRV って本当にどうにかならないかな、多分どうにもならないんですけどね。はい、113も取られてしまった。さあ JT の1103STRV はもうちょっとこれは無理ですね。さあ射撃モードでなんとかこう避け続けるものの側面を背面を取られて G エンド、うん、うん、そうですね、やはりリタイア切られるとそうですね、何もできなくなる、うん、燃えるっていうのはあるんで、そうですね、消火器も外しづらいんですけど、うん、RU はきっちりと榴弾を撃って離体サイドを狙うという、はい、そういったもうあっという間に終わってしまいました。はい、マップをポンと出してみましょうか。正直な話、
アタックがティーム F 戦士、マーブがここ色が違う、マーブがここでグラノフスキ選手、グラノフスキがここ、ここかな。で、その他の車両は全部こっちにいたかな。 STRV がここにいて、で、RU がそこ中央、ヘビーが1、3が、3枚のうち2枚が中央にいて、あ、中央に移ったんですよね、こことで、1枚は虹を上がるようにいて、うん、そうですね、はい、こんな形でしたか。はい、なんとなくこれ見てもらえればわかるんですけど、はい、あ、スタッツ出てるかな、スタッツをちょっとパッと出しますが、あんまりこれ試合にはっていう感じなんですよね。はい、まあ STRV がもうダメージ取りまくってますよね。こう、そうですよね、ダメージを吸ってくれる味方がいる、でこう砲台モードで延々と動けるっていうことになると、 STRV はもうとんでもないダメージ叩き出せます。はい、はい、なんせ貫通力と精度の化け物ですからね。ぜひ皆さんもね、スウェーデン TD 面白いです。難しいけどハマった時は爆発します。はい、僕もこうずっとこう乗ってますけど、はい、UDS、UD、ティア8からあれかな、射撃装置が、うん、ついてくるのかな。はい、はい、うん、ぜひね、皆さんスウェーデン TD ルート使って楽しんでください。こうあの精度と貫通力は本当にこう一度ハマると面白く遊べると思います。うん、はい、さあ、まあ、状況が、はい、状況がハマるとすごい。そうですね、状況をなんかうまいこと作り出せないとちょっと厳しいですけどね。はい、はい、さあ、マップの方を戻っていって、一箇所だけね、このこうダメなとダメっていうか、このティーム F 選手の布陣でダメなところが見られると思います。はい、それはもうなんとなく皆さん分かる通り、ここです。そうですね、1枚しかいないバットが最初に加えてしまうと、うん、うん、これに関しては正直もう何とも言えないですよね。で、反撃を加えるのがここのグリレ1枚なんですけど、この2枚だとその相手のバットにこう襲いかかられた時っていうところの想像っていうのがちょっと抜けてたかなっていう気がしますよね。そうですね、おそらく中央の113からはちょっと打てなかったな。中央からちょっと打てなかったですね、あれは。うん、ここだと、描画限界がここら辺なんですよね、確か。はい、なのでもうこのルート一旦突っ込まれてしまうとちょっと援護はできないような状況になってしまいます。はい、ね、スウェーデン TD のこう固定砲塔っぷりってどうなのっていうコメントありますけど、一旦射撃モードに入ってしまうと左右旋回、まあそんなに遅くない旋回で対応はできます。で、射撃モードのスウェーデン TD というのはカモネットとかも外れませんから、隠蔽そのまんまでこう車体を回転させることができる。まあその代わり動きは鈍いですけどね。そうですね、前後に動くと外れる。はい、前後に動くとこう外れてしまうんですが、左右に体を回す分には全然そんなこともないので、もう一回砲台モードで固定砲台化するととんでもないこう爆発力を秘めた車両です。はい、うん、さあ最後のマップになってしまうのか、ルインベルグ見ていきましょう。ティームエフィシェンシー、マウス、113、50B、バッチャー、バット AP2 枚。それに対して EL、マウス、113、50B、50B、バッチャー251という布陣。さあ、RU が非常にこう、ゆっくりと。さ
さあどうか。あと一気にキャップに入って、あっとバットエピとバッチャが打ち合う状況。あとライスにダメージが突き刺さっていく。マウスはセンターをずんどかがっていく。さあナイスを仕留めることはできなかったが、さあボハンとコンバイのマウスがここで激突。 JT のマウスも出てくる。さあ、ま、はい、東側を極める代わりに、あっとマップ背後から113と 50B の集団がマウスの背後を取るような形で回り込んでいった。街の中からだ。これは動きが早いぞ。さあこれでコンバイ選手のマウスに球を集中させる。そうすることで街中の 50B の車両のリロード時間を稼ごうという腹か。さあプリンシパル選手のマウスを落とす。微妙な感じになってきましたね。まあ、先に当てたところで、東の発射取り切れたの取り切れたんですけど、うん、先にそれ当てられてしまってると。そうですね、何よりも 50B が瞬間的に飛ばされたのが本当に痛かったですね。うん、確かに前が見えてない状況なんで 50B が最初に飛び出していくっていうのはできない。うん、はい、試合の方終了いたしました。全車両撃破で TMF 戦士勝利です。 TMF 戦士じゃない、EL 勝利です。はい、失礼いたしました。なんか EL らしい試合をたくさん見れたなっていう感じですね。はい、はい、いやクリフでは、そうですね、クリフでは良かった、けどそれだけだったかな。ちょっとこうなんというか、なんか順位が決まってしまったことで気が抜けたのかといったところではあるんですが、全体的にこうどう見ますか。まあやはりそうですね、 EL の方がちょっと先を行ってる感じがしましたね、タク的に。なるほど。マウス、まあ、マウスを使った上でこう今までのマップどのように勝ち進んでいくのか難しいところではありますよね。まあもしかしたらそのシーズンファイナルに向けて本なんだろう、動きはしばらく隠しておきたかったっていう流れもあるのか、ちょっといずれにしろわからないところではあるんですが、試合の結果は、セットカウント5対3かな。はい、EL が勝利いたしました。リプレイの方出ますか、見ていきましょう。
はい、このシーンですね。何よりもこのシーンが一番大きかったですね。そうです、うんうん。まあ、それから東に出たバットなりはさっさと引いてしまって、うん、街の中に入れておくべきだったかなっていう。はい、スタッツの方出ておりますが、ハードライナー選手がかなりのダメージを叩き出しております。はい、ルインベルグ、はい、マップの方ちょっと出していきますか、ポンとな。はい、はい、イーロングの方は初めそのかなりこう北側を意識した車両編成になって、車両編成というか動かし方になっていましたよね。はい、うん、で、ライトタンクが1かな、うん、うん、こんな感じでしたね。それに対してティームエフィシエンシーは、こういう感じとこういう感じかな、2方向に分かれて、で、違う、ミディアムタンク、ミディアムタンク、113が南と、そうですね、113が南とバッテリー、うんですね、はい、こういう形だったんですよね。はい、で EL はどうしたかというと、まずここでマウスを使って塞ぐことで、この2枚ですよね、この2枚をさっさとこういう形作ったんですよね。はい、そして、一気にここで塞ぎ込んで抑え込んでしまって 50B を、まあ、取り切ってしまったと。はい、このままだと挟み込まれてやられると踏んだエフィシエンシーは前に出たんですが、前にはイエルのマウスが2枚、はい、でじゃあそのマウスからだって言ってミディアムタンクも113も前に出していったんですが、まあマウスは硬かったよと、うんうん、フォーカスマウスではなくて他の車両だったんじゃないかなっていう気はしないでもないですよね。ただマウスがいたらマウス打ちたくなるのが新庄っていうこの脅威の吸収力。はい、そうですね、それがまあこっちの 50B とバットが下がってしまったことで、まあこっちの113とバットバッテリーピーがあんまり絡めなかった。そうですね、うん、といったところでしたか。うん、はい、まあ EL がきっちりと最後は勝ち切ってきたよっていうところですね。うん、はい、ティームエフィシエンシー3勝なかったですか。さすがにあれかな、3連敗同じチームに3連敗するのは嫌だったのかもしれないですね。そればっかりはこう本人たちに聞いてみないとわからないですが、はい、うん、はい、それでは10分間の休憩を挟みまして、またこの次の試合カレンティーガー VS TCZ の試合をお伝えしていきたいと思います。それでは、しばらくこの映像をお楽しみください。はい、Gigantic architectural buildings continue to conquer the world. So what about tanks? Did engineers create anything so big?